初夏ショーです。あの大阪に行く前日に横浜に来たんですよ。ここは横浜のララポートです。でさっき行ったらめっちゃ混んでた。お前この辺にあったのになくなってる。こっちか。あれこの辺だっけな。お前こっちか、うん、こっちだったかも。なので近くにあるファンタスティックジャーニーに来ました。ここ知ってる人は知ってますね。過去に旅動画出しました。その時はねあの時間がなくてね1クレちょろっとしかできなかった。いやここはねよく覚えてるよ。太鼓3台あって2曲あの時と変わらないのか見ていきましょう。やばいんだけど覗いたらなくて設置点で調べたらなかった。3台あったのに。やばいな知らなかった。ってことは設置点から神奈川県1店舗消えたんですね。ってことはこの近くのあのララポートのあのナムコしかないと。最悪じゃん。1台しかもそっちに 1,2 台送ってくれてもよかったのに。だからさっきのとこ混んでたのかなおさら。ってことか。ん？休業したのかな。あのさっき髪切りに行ったんですけど2時間待ちとかでやっと切れた。でさっき覗いたんですよチラッとナムコ。そしたら人がもう全然いなかった。太鼓は1人待ちで、ここなんと前もそうだったんですけど200円2曲やばいな。このショッピングモールに太鼓が1台しかないって本当にやばい。50人ぐらい太鼓やりたかったらもう相当並ぶよ。まあ、並ぶ前にあ混んでるからいいやってなってみんなやんないと思う。じゃあ会えたらやりましょうか。隣マリカーで、さっき言った通り200円、リプレイで交代してね。でデモ画面音なしですね。でここはあのね店員さんに聞いたんですけどナムコアプリが使えない。ナムコアプリ使えたらあの200円がね0円になったんですけど、ちょっとまさかのねここは使えないっていうね。意外だね。使えるとかここにバーコードとかあるんですけどない。ほらここが出てる。こっちは大丈夫か。でも大丈夫、まだ遊べるの。いややばいよなここ。あのさっきやってた子がリスナーさんだったんですけど、あの僕がやり終えてこの太鼓マジキモいなと思って、200円だしこれメンテ悪いってさと思って、なんかだんだんどんだをバカにしてんのかって思い始めてきて、もうなんかイライラしたよね。もうここで太鼓やらん。そのあとあの前翔さんですかって言われてね写真を撮りました。ありがとうございます。いやーここはね、うん、来るもんじゃないよマジで。うんこだよマジで。うんこだ。今日のウッシーが、ついに蝶々になった。